富士田記念庭園は青森県弘前市上白銀町にある日本庭園。園内にある洋館、和館、倉庫等が2003年に国の登録有形文化財となっている。日本商工会議所会頭も務めた実業家である富士田健一が1919 19年に郷里である弘前市に別邸を構える際に東京から庭市を招いて作らせた江戸風な京州の庭園である。 和館は木造平屋建てで1937年、板柳町に藤田健一の本宅として建てられたものを1961年に現在の場所へ移築してきたものである。当園は藤田の指定として整備されたものであるが、藤田の死後、広崎総合銀行頭取だった加ロウ里氏を二乗とされ、広崎総合銀行クラブとして開放されてきた。しかし、 1979年にカロウジがなくなり、その後はほぼ放置状態となっていたものを、1987年に市政施行百周年記念事業の一環として、広崎市が買収して復元整備し、1991年に開園した。園内は高さ13メートルの崖地を挟んで、高台部と低地部に分かれており、高台部は岩木山を借景した洋風庭園で、 定地部は地線回遊式の日本庭園となっている。総面積は約2万1800平方メートルに及び、東北地方でも有数の大規模な庭園である。別邸である洋館は高台部にあり、木造モルタル2階建てで玄関先までそりをつけて下ろされた墓輪越し屋根や階段吹き抜け部分の八角形の塔が印象的なデザインとなっており、設計は 堀江崎地の六尾金像を、志向は長男彦三郎が言った。同時に建てられた岩木山麓の農牧場開拓を目指して設置された開発事業事務所の倉庫は、イギリス済みによるレンガ作り2階建てで、軒部分のレンガを世にした軒蛇腹が特徴的な建物となっている。建築物も,も見学可能で、内洋館は大正ロマン喫茶室のほか。 50人収容のホールや紹介技術の貸しスペースとして利用されており、倉庫は砂沢遺跡出土品をはじめ、広崎市内の遺跡出土品を中心とした考古資料を展示している。ありがとうございます。